はいどうもこんにちは。今回はトミカ歴代名車コレクションをチェックしていきます。第13号です。車種はコロナマーク2ハードトップです。スケールは62分の1ダイキャスト製で、コロナ第2世代スタイリッシュなハードトップモデルということです。冊子の方ですが、トミカファイルがコロナマーク2ハードトップレギュラーモデル、30周年記念復刻トミカ、40周年記念復刻トミカ、トミカ50周年記念コレクション、トミカペディアがトミカシェブロンが全日本 F2 選手権で大活躍、トミカ年鑑1978年にトミカ新作情報、レジェンダリーカーズ名車カタログがトヨタコロナマーク2ハードトップ、開発の経緯、メカニズム、データ、バリエーション、人物クローズアップ、勝田照夫氏、マイカーマイミニカー、第13回コロナマーク2への思い、森永卓郎さんとなってます。それでは車の方をチェックしていきましょう。はい、13番コロナマーク2ハードトップです。歴代名車コレクションのパッケージに入ってます。はい、横はねこんな感じになってます。それじゃあ開けていきましょう。はい、出てきました。はい、改めましてコロナマーク2ハードトップです。それではチェックしていきましょう。まず左サイドからカラーリングなんですが、こちらボディが赤に屋根の部分が艶消しの黒ですね。そしてタイヤはこういった通常タイプですね。そしてこちらね、ドア開閉のねギミックがあるので、また後でやってみます。でフロント側正面ですね、ほんとカクカクしたデザインが可愛いですね。ライト周り、グリル周り、すべてシルバー系の色になってます。あとバンパーもね、車同色のねシルバー系ですね。はい、そして右サイド、こんな感じです。ほんと角張ったデザインがね印象的ですよね、この車。そしてリア側はこういった感じです。特にテールレンズのね塗り分けとかはありません。バンパーはシャーシーと同じパーツでシルバー系のカラーになってます。はい、このような感じで、でボンネットで内装が白、いいですね。この赤いボディに黒いルーフに内装が白っていう組み合わせがね非常におしゃれな感じです。はい、そしてトランク側に向けていくとこういった感じですね。でドアを開けてみますと、はい、中が見えます。はい、ダッシュボード側からねシートですね。でリアシートも見えます。縦にスリットが入ったようなね造形がされています。そして右側、運転席側ですね。はい、ダッシュボードのところね、ちょっとこう造形がされているのが確認できますね。シフトノブとかも見えます。結構いい感じの出来ですよね。はい、そしてシャーシですね、シャーシ、はい、こういった感じになってます。造形はそれほど多くはないですけどね、ポイントは抑えられている感じがします。トミカナンバー2、はい、コロナマーク2ですね。こちら 1900HTSL と書かれてます。こちら2009年の型ですかね。スケールが62分の1となっています。そしてサスペンションの、ね、アクション見ていきます。こんな感じでかなりストロークがあります。でタイヤの方も軽く転がります。はい、こちらのコロナマックスハードトップなんですけど、トミカに初めて登場したのが1970年、初代トミカの1台としてね、リリースされたモデルとなります。なので歴史は非常に古くてですね、その当初発売されたカラーですけど、ホワイトとイエローとレッドの3色展開されていたようです。ホワイトとイエローについては内装色がレッドで、この赤色に関しては内装色が白というね、かなり贅沢な感じですよね。今だと初回版で別カラーがね1種類出るんですけど、当時3種類もカラーがあったようです。で今回のねこのボディカラーなんですけど、この屋根の上のね艶消しブラックがレザートップをイメージしたカラーリングのようです。なかなかおしゃれでいいですよね、この艶消しブラックのルーフですけど。でハードトップモデルなので、ここのねビーピラーがなくてですね、これが非常にかっこいいです。ドア開けてもね、ここガラスパーツが全然なくて開放感がありますね。はい、こんな感じで。そしてこのモデルは30周年とかね、40周年、50周年というね周年ごとにね記念モデルがねリリースされている車種でもあります。だからかなりバリエーションはありそうですね。
で、まあ、カクカクのね、このデザインなんですけど、今でもね、カクカク系の車両ってあるんですけど、まあ、こういったね、あのフロントフェイスのモデルってね、なかなかないですよね。こう、縁取りがされたような感じ。非常に、これが今見ると、結構ね、新鮮な感じで見れます。はい。非常にね、可愛いですよね。今回のカラーリングも非常におしゃれでいいと思います。今回のトミカのスペックと、実車の基本的なスペックをご紹介しますと、まずトミカがスケールが1/62、アクションが左右ドア開閉、サスペンション。カラーリングはボディはレッドとマットブラック、インテリアはホワイト。ボディサイズ全長 70mm、全幅 26mm、全高 22mm。ボディ重量 49g。ホイール、トミカ標準タイプ、スポーク5本。材質、亜鉛合金 ABS、PS となってます。そして実車の方ですが、形式 RT72、エンジン R 型、排気量 1858cc、最高出力110馬力 6000rpm、最大トルク 15.5kgm、4000rpm、全長 4295mm、全幅 1610mm、全高 1395mm、オイルベース 2510mm、車両重量が 1020kg となってます。はい、ということで、今回はトミカ歴代名車コレクション第13号コロナマーク2ハードトップをチェックしました。このシリーズ今後も購入しましたらご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録、いいね、評価、コメントをよろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。